政府が21日、紙の健康保険証を来年12月で廃止する方針を固めたと報じられ、ネット上では同様の声が上がり、反発の声が高まっている。廃止はこれまで来週がめどだとされてきたが、自治体などの準備を考慮し、同月まで延長とされた。同月に新規発行はなくなるが、有効期限が残る保険証は最長1年間使うことができるという。また、 マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に切り替えない人は健康保険証の代わりとなる資格確認書が発行されるが有効期限は5年間21日これらの方針が報じられるとネット上では歓迎する声もある一方で取得は任意だったはずなのに結局最後はマイナンバーカードに持っていきたいの進め方がとことん詐欺的マイナンバーカード推進 紙の保険証廃止は、民意なき政治、など当初の意向と違うといった怒りの声が多数上がり、論争が繰り広げられている。